ていただいてありがとうございます。で、まあ我々もね、こうやってね、漫才やらせてもらってますけどね、こう見て2人ともね、もう結婚して子供もいるんですよ。そうなんですよ。可愛いですよね、子供は。でも結婚して本当良かったなと思いますね。そうですね。特にあの新婚時代が良かったですよ。まあ新婚時代だったら最高だよね。やっぱりこう家で待ってくれてる人がいるっていうのは、帰る方がね、テンション上がるんですよ。そうなんですよね。ただいま待ってた。誰だお前。誰だ誰だ。いや、家で待ってくれてる人だろお前。待ってりゃ誰でもいいわけじゃないよ、こっちだって。なんで謎のおっさんが待ってりゃいいの、俺かけなきゃいけないんだ。あ、そうです。ただいま待ってた。すごいな。誰だよお前は。時間がないんだじゃねえ。どこ連れてかれるの。え、帰ってきて待ってくれたんだからお前。なんで俺が謎のおっさんが待ってりゃ帰んなきゃいけねえんだよ。そんなんじゃねえ。だからあのトン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 ってやってる。ああ、ただいまみたいな。なるほど、そういうシチュエーションやりたかったね。幸せな方のイメージが。分かった分かった。トン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 。ただいま、まあ、お前かよ。しつこいな。時間がないんだからね。誰だお前。なんで俺が謎のおっさんが飯食ってるに金がいけねえんだよお前。飯作ってた。いや、そうだよ。だってお前トントンって言ってたじゃん。もうやってたよ。俺飯だと思ったら、トントンって言ったらもう木彫りでなんか作ってんだなと思って。木彫り職人ですよ。なんで俺が木彫り職人の家に。なんでもかんでもない。木彫り職人が作った作品、お前人形なの。木の人形なんだよ。それ魂が言っちゃって、ただいまーって来たんで回ってたよ。ピノキオじゃねえか。誰がピノキオやりてえって言ったんだよ。え、いや、奥さんがご飯を作ってる。夕飯の支度ってこと。そこにただいまだろうが。それ言ってくんねえから。わかんだろ。ねえ、わかりました。すいません、はい、本当にね。ザク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 チューン。ただいまー。しつこいなー。いつまでやってんだ。何がじゃねえ。なんで。いや違う、しつこい。ちょっと待って。いや違う、なんで。やだ、待って。いや違う、誰が。違う、誰で怒るかを聞いてるんだよ。やめろって、そのキャラを。しつこいな。これを。ああ、やめないから。やめないからだよ。お客さんずいぶん前から飽きてんだもん。動揺してんじゃないよ。いいから飽きて。やめろっつって。しつこいから。やめろっつってんだ。だから分かったって。この子分かったって。やめろっつって。しつこいな。やめろ、二度とやん。やろうとしてんな、お前な。いい位置にマイクを当ててんな、今。待ってたようが言いやすい距離に行って。そんなことないです。やんなよ。乗らないですよ、はい、ザクザク。ただいまー。しつこいな、お前な。まだ言ってないよ、お前。やろうとしてたら明らかに。もう待ってたの、まだこうなったら、こう、もうこうなったら、これ、まだろ、次。わかんねえだろ、そんなの。絶対まだろ、お前。わかんねえ、そんなの。なんかあんねんか、やってみる、何が出てくるか。やってみろ、お前。意味がわかんない。なんでパンだよ。なんだよ。奥さんやってっつってんの。わかったよ、うるせえな。ただいま。行ってきます。いや、すれ違いだな。なんで出てっちゃうんだ、奥さんがよ。その働きでよ、てめえが安月給だから。おきゃ、せえだろ、せえな、お前。お帰りなさい、ご飯にすると言えや、俺に。お帰りなさい、なったらご飯にする、それともおかずにする。どっちも出せよ。チョイスがおかしいろ、ご飯かおかずって。だったらお風呂にするとかだろ。ああ、お風呂でご飯にする。アザラシか、お前。アザラシか、アザラシか、アザラシか、やめようよ。アザラシか、アザラシかよ。誰がアザラシか、お前。いいからご飯を出してっつんの。はい、お帰りたくわん。質素だな、ずいぶん。え、疲れて帰ったら肉か魚一品ぐらい出せっつんのよ、お前。お坊さんはそういうの。お坊さんじゃないよ、お前。お坊さんだよ。お坊さんかと思ったか。お坊さんだよ。お坊さんじゃねえよ。もういいわ、もうむせてるお客さんだって。もういいわ、飯は適当でいいわ。え、新婚はお風呂。お風呂一緒に入るの。一緒に、夫婦一緒に。奥さんが入ってくる、旦那がサプライズでバッて入ってきた。やらしい、エロ坊主だよ、ただ。エロいね。お、入ってんな。ガチャ来ちゃった。待ってた。お前かい。